昔日の強豪がいっぱいし鞄を晒す。一回の草履取りが立身出世し大将となる。戦は戦を呼び、田畑は荒れ、人心は乱れる。尾張の織田信長をはじめ、名だたる武将が天下を奪い合い、いつ果てるともなく戦い続ける戦国の世。ここ義州天野の地でも、名門桜井家の栄光は希望が夢となり、下克上により権勢を振るう乱世の英傑藤森主膳が天下をうかがう。強く、ただひたすら強く、それが主膳が求める国のありよう。だがそのために天の民草はひたすら重苦にあえぐ。そう、戦が絶えることはない。今も一つの戦が終わった。だが累々と横たわる鞄たちだけが戦いを終えることができる。合戦場をさまよう者にとって地獄とはあの世か、それともこの世か。それを知る者は誰もいない。たまげた。あの大戦で生き残ったやつがおるとはな。おい、おめえ様、大丈夫かよ。お、どうした。
おめえ様よ。どうする、どうするって、仕方ない、村へ連れて行くしかねえな。ここは戦場ではない。血の匂いを振りまきながら歩くな、このバカ者が。わしらが口葉ヶ原で倒れていたお前を助けてやらねば、ぬくろになっていたのだぞ。ありがたく思うなら、これ以上村に戦場の影を落とすな。お前は侍が村の中をうろちょろするな。お前ら侍がいると姉ちゃんが怖がるんだ。帰れ、帰れよ。おいお前、おいらを言いくるめようとしたってそうはいかねえぞ。やめなさい、コウタ。何をしてるの。さあ、コウタ、行きましょう。でも、こいつが。いいから。コウタの非礼はお詫びします。でも、この村に侍が不要なのは本当のこと。村に災厄を呼び込む前に、出て行ってください。お願いします。
侍様の方は織田信長が平穏中らしい。まあ当然天の方では済まない。しかしだからこそそうじゃ、あれらは桜井の旗のもとに好き勝手しているだけじゃ。変化を狙っているお方だ。なんか力してロックをもらわにの男も十分に渡り合えると考えておるな。なかなか手だれが揃ったようだな。ではこれより審査を始める。死を恐れぬ真の侍のみが大殿と共に天下をつかむことができる。その覚悟のある者は一歩前へ出るがいい。お主いいだろう。その力存分に振るうがいい。抜きやがった。どういうつもりだ。あやつ気は確かか。どうした。相手は梅宮殿だと分かっているのか。何の真似だ。この連中では不服だというのか。ならばおとなしく待て。それでは審査を始める。おのおの準備はよいか。では始め。なかなかの腕だ。お主なら我が藤森家でも活躍できるだろう。殿が天下を取れば立身出世は望むがままだ。励めよ。した方がいいな。お前たちの腕では勝てない。いつで？なんだと？そいつの剣は戦場で戦って生き延びてきた者の剣だ。口先だけのお前たちとは違う。お前本当のことだが、雑魚は黙っていた方がいい。お前はどうかな。無様な戦いはしなさそうだが、とはいえ私の背中は預けないんだ。まあいい。お前も戦いが好きならここに向いているかもしれん。仲間に加わるのなら棟梁の松崎源十郎に挨拶するがいい。
おお、よく来たな。お前も今日から大加藤の一員だ。中には変わったやつもいるが、基本的に自由に楽しくやるってのが信条だ。お前も遠慮せず好きにやってくれ。ただし俺の目が行き届く範囲でな。梅宮優馬だ。真の侍がまた一人馳せ参じてきてくれたか。よく来てくれた、歓迎する。俺たちと共に修繕を倒し、もう一度桜の花を咲かせよう。私は林道一世、藤森修繕を倒すためにここにいる。お前が本当に腕が立つのかどうかしっかり見極めさせてもらうぞ。ともかく我々は藤森修繕を倒すための同志だ。共に力を合わせ戦おう。実に興味深い。いやはや、良いですか。お前か。どうした、俺に何か用か。ああ、俺たち大加藤の決起の日は近い。その日のため腕を磨いておかねばな。どうや。
兄じゃ。いや、藤森に寝返った裏切り者め。大義の前に兄弟の情など不要。兄といえど容赦しない。覚悟しろ。どうや。勝負はついた。命を粗末にするな、ユーマ。殺せ。裏切り者の情けを受けてまで行きたくはない。バカ者め。今なすべきこともわからん子供を、斬る刀など持たぬ。桜井家を裏切った裏切り者は必ず俺の手で始末する。忘れるなよ、兄者。いつまで見ているつもりだ。あなたはいつまであのようなことをお続けになるつもりなのですか。あなただってそれが正しいことだとは思っていないのでしょう。正しい正しくないなど何の関係もないこと。拙者はただお役目を果たしているだけです。罪のない人々を苦しめることがあなたのお役目だというのですか。物事は大所高所から見なければ判断できることがある。拙者に言えるのはそれだけです。どうして昔のあなたはそんな人ではなかったのに。だが人は同じままではいられない。それはあなたにも当てはまること。家を捨て、民を捨て、ただ生きる。それでいいのですか。やめてください。その名は捨てました。私はただの村娘です。失礼しました。ならば今後は拙者に声をかけたりなさらぬように。人の目につきます。ではごめん。新之助様。
いいえ。いいですか？申し訳ありません。女じゃ、女を苦面してこいや。すいません、なんだよ。信長がなんだ。そうだ、みんなまとめてかかってこいってんだ。大量大量、あの行商人め、結構なお宝を隠し持ってたじゃねえか。よし、酒だ。たんまり酒を用意しろ。野郎ども、今夜は浴びるほど飲むぞ。おお、ユーマ、お前もこっちに来い。いや、そんな気にはなれんので。なんだと、俺の酒が飲めねえってのか。それは商人から奪った酒だ。追い剥ぎのような真似をして、そんな酒とても飲む気になれん。気持ちはわかるがな、これは大事の前の庄司ってやつよ。神経を疑う。お前たちがやってることは野党と同じだ。言ってくれるじゃねえか。お前は何も分かっちゃいねえ。いいか、力を得るためには手段がどうのなんて言ってられねえんだよ。お前の言葉は私の心には響かない。ったく、遠慮のねえ女だな。俺たちは桜井家再興のために命を懸けて戦ってんだ。明日は路傍のむくろかもしれんのなら、生きているうちは精一杯楽しむ。そうでなきゃ士気なんか上がらねえよ。そういうことをちゃんと考えてやるのが頭ってもんだぜ。藤森の兵糧を奪ってわしらがうまいもんを食う、実に素晴らしい作戦だ。うん、うん、素晴らしい。我らは素晴らしい。おい、そうだ。ああ、うん、うん、申し訳ない。ではくれ。嫌だ。
休むのか。そうだ。付き合ってくれるのはあんちゃんくらいだよ。みんなオイラが子供だからって誰も相手にしてくれないんだ。でも今に見てろよ、オイラには立派な刀だって。そうだ、特別にあんちゃんにだけは見せてやるよ、オイラの刀を。この桜の家紋、きっと由緒正しいお宝だぜ。これ懐剣って言うんだ。どうだい、驚いたかい。あ、調子に乗っちゃった。やべえ、あんちゃん、これオイラが持ってたのは誰にも内緒だよ。特に姉ちゃんには秘密だぜ。貴様が持っているその小箱、それは何だ。何だとは、ただ薬が入っているだけだが。俺が言っているのはその箱の蒔絵のことだ。それは桜井の家紋ではないか。俺は知っているぞ。貴様がかつて桜井の三本刀と呼ばれていたことをな。おかしいと思っていたのだ。桜井の忠臣が藤森家に仕官するなどな。昔の話はよしてもらおう。今の拙者は大殿に忠誠を誓っている。小箱も便利だから使っているだけ。ゲスの勘繰りはやめてくれ。ゲスの勘繰りだと。どうかな、貴様の魂胆など分かっているのだぞ。何を根拠にしてのその物言いだ。何か証拠でもあるのか。証拠もないのにおかしな言いがかりはやめてもらおう。迷惑だ。いつか貴様の尻尾を掴んでやるぞ。なんだ貴様、何か言いたいことでもありそうだな。どうした？役立たずが。どいつもこいつも。お主、まさか。いや、なんでもない。
待ってくれ。え？待ってくれ。休むのか。そうだ。かるべき極用もできず、かようなところに隠さねばならぬ。なんとおいたましいことか。自分の無力を恥じるばかりだ。もうお主も気づいているだろう。そうだ、ここには拙者の真の主君桜井家の先代様の御首が埋まっている。拙者は桜井滅亡の折、首だけは主膳に渡すなという主君の命に従った。そして密かに主膳の包囲を破り、ここにしばしお隠れいただいたのだ。梅宮新之助、再び殿にお誓い申す。この身悪鬼羅刹になり果てようとも、殿のご無念をお晴らしすると。殿、今しばらくのご辛抱を。お主を拙者の背中を預けるに至る侍と見込んで、全てを打ち明けた。もはや拙者一人の力では主膳を倒すことはかなわぬ。だがお主と共に戦うのならば勝機はある。もはや猶予はない。拙者に力を貸してもらえるだろうか。お主とは何か通ずるものがあると思っていたのだがな。拙者の目が節穴であったということか。だが藤森への配信を知られたからには、このままで済ますわけにはいかん。
す、キラン。お主、迷っているのか。ならば、今一度考えてくれ。藤森主膳こそ争いの元凶。これを倒さねば、国の未来はない。すまん、礼を言う。主膳に歯向かうは灯籠の斧を振るうようなものかもしれん。だが拙者、武士の一分は通したい。亡き殿のためにもな。何、お主が力を貸してくれるのだ。勝機は必ずある、そう信じている。そうだ、その通り。どうされます、殿。是非もない。遅かれ早かれ、信長とは真の覇者をかけ争う宿命よ。だがこうなれば、心中の虫をこのまま捨ておくわけにもいくまい。たとえ矮小なものであっても、孝子の憂いを消し去るのだ。実城は藤森の兵に囲まれて、あれじゃみんな殺されてしまいます。因果応報、今まで好き放題をやってきた信氏どもが報いを受けておるだけだ。わしらが関わるなども手のほか、放っておけ。でもそれではユーマさんが。あれとはもう縁を切っておる。どこでのたれ死のうと、わしには関わりのないことだ。宗近様は常々おっしゃっていたではないですか。侍は命を奪うばかり、出世やら誇り、意地で命を粗末にする。侍は本当にくだらないと。でも同じではないでしょうか。ここでユーマさんたちを見捨てれば、私たちも藤森の侍と変わりません。わしは誤っておるのだろうか。わかった。
中はこの先だ。これをお主に託す。藤森君に正門を突破されたか。ここまで来るのは時間の問題だな。だが大加藤の意地見せてやるぞ。副長、裏門からならばまだ脱出できますが。貴様、俺に逃げろというのか。バカな、桜井家再興のために俺は戦ってきたんだ。大加藤が全滅すればその夢はついえる。ならば俺が生き残る意味などない。お前のような奴に何がわかる。俺たちは命を懸けていたんだ。俺たちが滅びればもはやこの地に桜が咲くことはあるまい。一日先週の思いで桜井家再興を夢見てきた。その思いがお前にはわかるか。
耐えられん。お前まさか桜井最高のため総員撤退用意。各自の判断で実り城を脱出。藤森の包囲を破り、いつか再び相まみえようぞ。おう、必ず生き残ってみせる。桜井最高のため死力を尽くすことを誓おう。お前も死ぬなよ。しずる様、もはや一刻の猶予もありません。今こそ桜井家の嫡子桜井しずるとしてお家再興を果たす時です。しずる、その名はとうに捨てました。今の名はおせい。一人の民草として生きていくと決めた時につけた名です。何を申されます。今こそ好機、我らが主君今は亡きお父上の仇を。私はお姓として生きると言いました。もう争い事はたくさん分かってください。私はただ畑を耕し、父と共に静かに生きたい。コウタと共にひっそりと、それだけが望みの女なのです。しかしお主からも何か言ってくれ。それは違います。主膳を打てばまた新たな憎しみの種をまくだけ。どこかで憎しみの心を捨てねば争いはなくならないのです。それはそうかもしれません。ですが姫、
私がしずるに戻ったら一体どうなるというの？私を旗頭と担ぎ上げ桜井家を復興させる？それでどうなるというのです？たくさんの血が流れるだけじゃない。しかし、しずる様。もうたくさん。そんなに殺し合いがしたいなら勝手にやってちょうだい。それとも、いっそのこと私を殺してあなたが意地と名乗ればいいじゃない。姫！お主。もはや隠し立て無用。お主らが桜井家の一粒種をかくまいしこと、明明白々なり、桜井家の嫡子、引き渡してもらおう。渡さぬ場合は、主君藤森主膳の命により、村ごと焼き払う。どうだ？ここで死ぬわけにはいかん。二人で切り抜けるぞ。いいか、お主は今や桜井家の意地であることを忘れるな。その会見を手にしたまま死ぬことなど許さんからな。行くぞ。焼き討ちなどをしては桜井家の跡継ぎが誰なのか分からなくなりますぞ。構わん。桜井の嫡子が出てくれば奴らにその罪を問う。出てこなければ皆殺しだ。いずれにせよ新之助はここで始末できるというもの。新之助、藤森を裏切るか。いや、元から大殿に忠誠を誓ってなどいなかったのだな、この桜井の犬め。皆の者、切れ切れ。おYeah!
拙者とお主は一蓮托生、地獄の底まで付き合ってもらうぞ。聞け皆の者、ここにおわすお方はこの地を治めるべき桜井家が嫡子、そして我こそは桜井家第一の家臣梅宮新之助なり。今こそ不忠なる主膳を倒し桜井家を再興する時、行く手を阻む者は血肉の一片たりとも残らぬことを覚悟せよ。義州天尚、二匹の鬼が駆け抜ける。血塗られた道を進むことを決めた彼らが、その後どのような運命をたどったのか、今ではそれを知る者はいない。